はいいじゃあゴール人とンルーチとャネを説明していきます、えー、まずは平行処理のところですね。コンカレンシー・イズ・ノット・パラリズムという言葉がありますと。これはゴ、えー、GO、の設計者の一人のロブ・パイク氏が言っている言葉で、まあ、平行と並列は別物であるという意味です。平行とはコンカレンシーのことで並列とはパラリズムのことですと。 でコンカレンシーとパラリズムの違いはですねコンカレンシーの方が同時にいくつか質の異なることを扱うことでパラリズムについては同時にいくつか質の同じようなことを扱うということになりますちょっと概念的にこうゴーファーを使って表すとですね、まあ、コンカレンシーの方はですね、まあ、それぞれ質の異なる、えー、まあ要するに分業をさせて、えー、全体としては1個のタスクをやっていると いう感じですね、本を積んだり本を運んだり本を燃やしたり台紙に戻すといったそれぞれは、えー、別々の仕事をしてますけど全体としては、えー、1個の、えー、何かの本を燃やすっていうことをやっています。パラリズムの方はですね、えー、全員が本を燃やすだけをやるとなんか積んであったやつをポッポポッポ燃やしていくのを、えー、同時にやっていくという感じで。 これそれぞれのゴーファーは本を燃やすという仕事タスクをそれぞれ持ってますけど全員同じタスクで、えー、同じタスクでまあ大量にタスクをこなすみたいなことをやっていますでこれとこれは、えーまあ、大きく異なる点になりますねでゴーはですね、えー、よく並列処理が得意と言われますけど、えー、実際はですね平行処理が得意という形になっていますで はです、ね、この並行処理というものをゴールーチンで実現していますえつまりは複数のゴールーチンで同時に複数のタスクをこなすと、えー、分業して、えー、こなすタスクをこなしていくというようなことをしますとでゴールーチンは何なのかっていうと誤解を恐れずに言うと軽量なスレッドのようなものになりますと、まあ、実際はスレッドじゃなくてですね、えー、OS のスレッドの上に いくつかのゴールチンが走るといったようなものになりますけど、まあ、イメージ的には他の言語のスレッドみたいなイメージで問題ないかなと思います。で OS のスレッドの上に複数動くので、まあ、ゴールチンのコストはですねかなり低いです。で1つのスレッドの OS のスレッドの上にですね複数のゴールチンが動く可能性があるのでありますと。で あのもちろん、えー、複数のコアを持つ、えー、マシンだったとしても、えー、必ずしも、えー、複数のコアで、えー、ゴール陣が複数実行されるというわけではないですと設定次第になりますとなので真に並列に動くとは限らないですとで、えー、ゴールチンの作り方なんですけどこれ非常に簡単で関数の関数呼び出しの前に Go というキーワードをつけて関数呼び出しをするとその時点で新しいゴールーチンが作られてその関数の実行はですね新しいゴールーチンで実行されますちょっと簡単な例を見ていきましょうとこれは無名関数とゴールーチンを使った例ですメイン関数の中でプリント LN で別のゴールーチンという文字列を出力する 関関数数をを無名関数としししててそのままま即時呼び出しをしていますただいつもと違うのはですね先頭に Go というキーワードがついていることですこれはですねこの関数をメインゴールーチンと別のゴールーチンで動かすという技術になっていますンでメインゴールーチンではその後ははプリント LN でメインゴールーチンという文字列出力してタイムスリープで50ミリ秒 処理を停止していますメイン関数の処理が50ミリ秒を停止している間に別のゴールーチンもう一つのゴールーチンのプリントネルこの部分が実行されてこれが出力されて終わるという感じのイメージです、まあ、基本的にはメインゴールーチンのこのプリントネルの方が先に実行されることが多いですどっちが先に実行されるか分かんないんですがここにコメントで書いてる通り ここにスリープを入れないとですねメインゴールーチンが終了してしまって、えー、そのメインゴールーチンから、えー、起動した、えー、こ,のこのゴールーチンについても、えー、一緒に終了してしまいますなのでこのプリントレールが実行される前にメインゴールーチンが抜けてしまうとですね、えー、このプリントレールは実行されずに終わってしまいますちょっとやってみましょう 実行するとメインゴールウチンが来て別のゴールウチンが来ていますと。じゃあタイムスリープをコメンターとしてやってみましょう。そうするとメインゴールウチンっていうものだけ出てメインゴールウチンが先に終わっちゃってこっちのゴールウチンの処理を待たずして終わってますね。なので必ずゴールウチン間の動機を取ってから終了するというのが 必要です。ただここで上がっているタイムスリープはですねまだチャンネルとかを教えてないので簡単のために書いてますが実際はスリープで待つことはないです。